どうも、おはこんばんにちは。はじめましての方は、はじめまして。お久しぶりの方は、お久しぶりです。ホビドアです。今回はこのアームドブルーガンボルト、チームバージョン、PC 版ですね、をプレイしていきたいと思います。まだまだ発売されたばかりのゲームなんですけど、PC 版は。結構前に 3DS で発売された 2D アクションゲームとなっております。早速プレイしていきたいと思います。今回が初実況プレイとなるので、このゲームは。音量が高すぎたり低すぎたりしてしまう場合があります。高すぎたり低すぎてしまった場合はコメントをいただければ随時直させていただきたいと思います。早速プレイしてみようぜ。ちなみに今回、3DS 版のゲームの予習版ということで画面がちょっと変則的な形状になっています。さてプレイするか。ちなみに今回例によって例のごとく Xbox のコントローラーでプレイさせていただいています。もう日本製のゲームということもあって全編日本語になっていますね。ホビドアがプレイする、プロジェクトプレイするゲームで多分初なんじゃないでしょうか。日本もう全く全部日本語化されているゲームっていうのは。おお、最初からお姉系のキャラが。どう、テロリストの少年、レンジ無知のお味は。いきなり SM プレイか。うちの天のアイドルモルコちゃんのデビット。いや、マスターズ君のこちらね。どういうこっちゃ。おお、今や企業の広告塔の枠を超えて大勢の人たちに愛サイバー。おホビドアがプレイするゲームでは珍しく可愛い女性キャラが。最近はむさいおっさんたちが出てくるやつばっかだったからな。どうした、これは尋問なんかじゃない。あなたみたいな可愛い子をいたぶりたか、つまりは趣味。さようで。そうか、ターゲットはもうここにはいないか。無傷？高圧電流を流した電磁、なんで平然としていられるの？僕に電撃は効かない。あ、なるほど。このゲームどうやら能力を持った人たちがいるらしくて、主人公は電気を操る能力なのかな。なるほど、セブンスというのか。能力名は第七波動って出てますね。なんという中二病、大好きだよ。雷撃のセブンス、まさかあなたガンボルト。知られてるんだね結構。あ、主人公も変態のおじさんだと思ってたんだね。あ、じゃあちょっと失礼しますよ。コードネーム GV、 ガンボルトよりシープ3。こちらシープ3、無事だったのね、ガンボルト。変態の王子さんに襲われてました。ターゲット札幌から施設を脱出、ミッションを継続して。ちょっと本気？バナの可能性だって。こちらシープ3だ、了解した。シープ3は情報をキャッチ次第こちらへ連絡。分かったな。チープ2も目標を変更、 GV のサポートを頼む。 GV ガンボルトってことか。ヘイヘイ、こちらチープ2、チープ2からガンボルトへ。命は大事にしな、そうすりゃ一生使えんぜ。間違いない。善処する、善処するって本当に分かってんだ。これよりサイバーディーバー抹殺ミッションを再開する。グッドライク。任せてくれ。おお、しかしこのゲーム、おお、こうやって出るのか、ちょっと見にくいな。少年はライク、操作を忘れていないか。あ、よろしくお願いします。 A ボタンでジャンプ、 X ボタンでショット。違うぞ。ちょっとで敵をロックオンしたら雷撃輪をお見舞いしてやる。雷撃輪を使っていない時は。なるほど。なるほど。強いな主人公。さすが能力者だとかどういうことか。壁蹴りができる。なるほど。あれな、大丈夫なんじゃないか主人公。そこら辺は電気の能力使えるんですか。直接電気を送り込めば、まずは装置にショットを当てて、ロックオンして雷撃輪で電気を送り込め
なるほどな。しかし本当に名前が中二病だな。俺こういうの大好きだけどさ。ちなみにこのゲーム見た通り、某岩尾さんを作ったところとかと一緒なんですけどね、ロックマンゼロシリーズ、あとはゼックスシリーズですかを作ったところと同じところが作ってるんですけどね、インディークリエイツだったかな。なのでかなり期待してたんですよね、このゲームは。いやー、実際今プレイしてるけどかなり面白いぞ、操作が。あ、本当だ。あ、なるほどね。通り抜けられなかったかな。これか。おっと、ジンコ本当能力強すぎねえか。これ何なんだ。あ、やっちまった。この倍率みたいなのが出てるんだけど、これってどういうことなんだろう。なんかポイントっぽいけどよくわからないな。これは雷撃というか、この銃撃を何発も当てた方が、あれあれだな、もうヒットしてこの技を使うのに当たる回数が増えるな。こう周りに出ている当たる枠があるじゃないですか。3発当てると紫色、ピンク色かなになるんですが、その方がやはりダメージが通りますね。やばい、切れてしまった。しかしストレスが止まらない仕様だな。あのパーセンテージもかなり上がるの早いんだよね、ナイスヒットって出てるけど。ステージクリアってことね。了解、目標を破壊します。おお、なるほど。おお、任せて。おお、これ落ちるのかな、あそこ。ちょっと若干この話のせいでちょっと見にくくなっている感じだけど、地面にちょっと落ちそうな場所があったな、このつなぎ目。落ちないか、大丈夫っぽいな。お前に回復しないとな。しかし右下にレベルって書いてあるんだけど、あれどういう効果なんだろう。お分かりいただけると。おお、かっけえ。ボス戦だろうか。しかしこのゲーム、某岩尾さんみたいに能力でも手に入るのだろうか、そんな気がするんだけど。防御防御。なるほど、あれか。なるほどね。これでいいのか。よし、これは中ボス戦ということだろうか。例えばあの右下の画面に出ているんだけど、 F1 ボタンを押せばなんか技的なものが使えると言ってるけど、これのことかな。やってみよう。あ、全然違う。あ、必殺技的なあれか。でも普通に間違えて使ってしまったな。これクリックでもいいのかな。コントローラーだと使用できないかな。使い方がよくわからん。もしかしたらコントローラーではあのスキルはちょっと使えないのかな。あ、そういえば左下にスキルって書いてあるね、今気づいたんだけど。あれを消費したってことか。オッケーオッケー。まだこのゲーム発売されたばかりのようで、一部コントローラーにちゃんと対応していないみたいな感じなんですよね。もう発売されて PC 版はもうまだ1時間経ってないんですよね。もう出た瞬間俺ちょっと買ってくるわって言ってきたんですけどね。すげえやりたかったんだ。もうこのゲームのためだけにね、3DS を買おうかなって思ってたぐらいだからな。おお、そうさようか。
あ、なるほど、やられてしまった。こうなったらこっちの方か。倒せと言われてる妖精がすごい可愛い手に、本当に倒していいのか。おーおーおお。この状態が回避しているってことだよね、さっき言われてたけど。何も攻撃をしてないと周りになんか主人公が光ってるんだけど少ない。これが回避している状態ということかな。もうちょっとでレベルが上がるな。本当にあのレベルはどういう意味合いがあるんだろう。しかし何体もそういえば同時にロックオンできないな、見た感じ。あいつだったのかな、あいつが最後の一手だったのか。おお、おっと、いくぜ。あ、こいつがマンティスか。さっきやったやつですね。勝ってこい、相手をしてやろうじゃないか。確かに足場がないから気をつけない。おお、なんという注入よ。主人公のセリフがすでにやばい。もう一発当てといた方がよかった。しかし序盤の最序盤的ということもあり、ご余裕です。当てられん。よし、いけるか。いったぜ。ニュースキル、うん、やはりレベル上がったからかな。思っていたほどじゃなかった。主人公からダメ出しがありました。例えばこういう能力、アームドブルーというんですか、はあれなのかな、生まれつきこういう能力があるのかな、主人公とかは。うん、あー普通に面白い。なんか、あーなるほどね、早めにクリアすればさらにスコアがもらえるってことか。あー、ランク制か、スコアボーナスなんだろうあれは。うんうん、アイテム、あ、これはどれを開くか見る。新型、あーなるほど、なんか作るのかなこれで。いいですね、こういうの大好きですよ。次へ。おほ、うん、ローディング。この車両にサイバーディバー、モルフォのプログラムコード。おほ、これは、これがモルフォ、何だったんだ、美少女だったのか。とりあえずお持ち帰りか。あなたは研究所の人じゃないの。違います、さっき変態に襲われてた人。この声はテレパシー、君がモルフォなのか。ああそっか、これは彼女の能力ってことなのか。ああ、第7波動って出てます。プロダクションの人間じゃないんでしょ。お願い、しかし当て字が多いな、このゲーム。こちら GV、ターゲットと接触しました。再度、情報の修正を。しかし、後で調整できるかどうか調べてみますが、音楽、BGM に対してキャラクターの声が低いですね。何ですって。少女に敵対意志はなし。スメラギに拘束されているものと思われます。スメラギのやつら。えげつねえことしやがるぞ。これよりミッション内容を変更。ちなみにこう軽くあらすじを見た感じではスメラギというのは能力者集団がリーダーのようですね。なんか7人だか8人いるのだか、あ、お、あれですよね、いつもの8ボスとかああいうタイプ。すぐにスメラギの増援が来る。君は罠かもしれない少女を仮に無事に済んだとして、その後はどうする。いや、連れて帰ります。それでも武装組織に彼女の、それは、それなら
私を殺して、もうあの人たちのための歌は、みんなを苦しめる歌は歌いたくない。だからいっそ私を殺してください。ますます殺したくなくなった。この子はあの頃の僕と同じだ。足元に助けてもらったあの頃の迷うことはない。簡単に命を投げ出すな。ほほ、君が自由を望むのなら僕が力を貸す。力って書いて翼って出た。僕は君を、なんて中二病な。君の本当の願いは何？私は外の世界で私の歌を歌いたい。叶えてあげましょう。それが君の願いなんだね、アシマ。僕はフェザーを、かつてあなたが僕に自由をくれたように、今度は僕が彼女の力になる。それがお前の選んだ自由か。ええ、了解だ。組織にキッコレより、コードネーム GV をフェザー。ちょっと二人とも、そうだぜ二人とも。いいんだモニカさん、スメラギの増援部隊は、今の君は我々フェザーとは関係のないバックトラック。ありがとう。やつだあいつ。サンキューアシモフ。骨、あなたは天使？いや違います。GV、君の名前は？私はシアンです。さようですか。とりあえず連れ出して逃げようか。これが私と GV の出会いでした。私はきっと生涯忘れることはないでしょう。私に自由をくれた青の翼のことを、たとえその自由がつかの間。フレーズが中二病すぎてちょっと背中あたりが痒くなってくるな。超能力者の総称、セブンスと呼ばれ、超常的な能力を生まれながらに備えた新人類。それにいち早く目をつけたのが、当時新エネルギーの研究を進めていたスメラギグループだった。スメラギの歴史は古く、その母体となった組織の成立は平安時代にまで遡るという。現代におけるスメラギは電力会社を中心としたコンクロマリットだが、国のエネルギー供給を一手に担う彼らをこの国の影の支配者と呼ぶ者も少なくはない。事実、当初は大きな混乱を呼ぶと思われた能力者たちの出現も、彼らの統制によってこの国は他国とは比べ物にならない治安レベルを維持していた。しかし、スメラギのもたらした平和とは能力者の犠牲によって成り立つものだった。能力者の保護を名目とした強制収容、エネルギー研究の過程で行われる数多くの実験、それらの非人道的な行いはスメラギによって巧妙に隠蔽されていたが、その中でいち早く真実に気づき、スメラギに抵抗を始めた組織があった。施設武装組織フェザー、それは海外の能力者による人権団体が母体となり結成された、スメラギを、反スメラギを掲げるレジスタンスグループである。僕もまたかつてはフェザーに所属する能力者だった。あの日シアンと出会うまでは。しかしストーリーがしっかりしてるんですね。こういう 2D ゲームって大体ストーリーはプレイヤーにお任せしますといった感じなんだけど、半年経ったんだあれから。お疲れ様 GV。 ねえ GV、 結局のところあなたが受ける依頼ってほとんど、またフェザー抜けたけど結局フェザーの仕事やってるってことか。フェザーからの依頼は身入りがいいから受けているんだ。あの時アシモフが言った通りです。フェザーにシアンの居場所はない。彼女には家族が必要だと思うんです。僕にとってのアシモフは、なんやかんやで同棲してるんか主人公。今は彼女についていてあげたいと思います。わかったわ。ごちそうさま。シアンちゃんによろしくね。ごちそうさまって、別にそういうわけじゃ。なるほど。さて家に戻って。おかえりなさい GV。 ただいま。お疲れ様。本当は私も何かできたらいいんだ。シアンなんだろう、この2D ゲームじゃなくてなんか別のタイプのゲームやってる感じになるのは。モルフォの歌が聞こえてくること、そんな時は僕はもう一度立ち上がって
GV 私たちはいつも GV のことを思っているか、それがあなたに伝わっているのかもね。あ、なるほど。なるほど、若干違うんだ、性格が。そうだ、セーブまだしてないでしょ。セーブ、このゲームはオートセーブじゃないから、こまめにセーブしない。さようですか、急にめたいこと。セーブはメニューを開くか。あ、オッケー。どうやるんだ。また私と話したくなったらメニューからトークルームを選んでね。うんうん、オッケー。シアンとの心のつながりを感じた。右下の画面に出てましたね、これね。ミッションセレクト画面、カスタマイズ画面、シアンと会話、プレイログ画面、コンフィグ、セーブ画面、これか。おー、オッケー。はい、セーブします。なるほどね。クレジットってやっぱ出てるね。これボス戦？受けたいミッション、あ、なんかシアンちゃんのミッションもあるということかだろうか。ちょっとショップ画面見てみようぜ。アイテムを開発する、売る、作るんだ。活性のレンズ、回復アイテム取得時にいつもより少し多く回復するようになる。あ、なるほどね。要は多分全部作れないよね、今の時点では。 EP を150消費して空中でジャンプができる。なるほど。 150? いつもってあれマックスでいくつなんだろう。そして空中ダッシュができる。欲しくね、これ。全部欲しいんだけど。受けるダメージが少し減る。欲しい、欲しいぞ、これは。なるほど。電撃リン、なるほどね。メッセージのオンオフ。ああ、あれか。あの画面に出てるメッセージオフにできるんだ。なるほどね。EP、エネルギーとチャージね。スキルポイントを消費して使う。特殊なスキルの敵にダメージは、なるほど。かけろ。手間合いは発動してご用とか回復、回避する。無敵ですって書いてあるぞ。ダッシュジャンプ。ダッシュジャンプは通常のジャンプより行くと。キッククライム。装備アイテム。なるほど。クエスト。リスミのクエスト画面から行くと。最大3回まで。なるほどね。フードステキホイにするとリセットされる。スペシャルスキルを使用する。リトライマーカーに。するミッションをクリアする。あー、なるほど。じゃないと、じゃあ、あの倍率的なのは俺がダメージを食らったから入らなかったんだね。あのさっきのやつは危険でも避けずに敵を倒してどのタイミングにその見極めが重要となります。1000ポイント以上になるとミッションの BGM もオルファの歌に変化します。なるほど。特殊な状況に対してバイクルスボーナスが入る。多いほどボーナスアップを同時に倒す。3段階ロックで敵を倒す。長いロックした上で空中で敵を倒す。スペシャルスキルボス及び中ボスを倒す。なるほどね。この他にもミッションごとに隠された条件、シークレットボーナスが存在しています。存在しないミッションもあります。なるほど。レベル。敵を倒すと経験値が自動取得されます。XP が一定に達するとレベルアップして HP が増える。あ、増えるんだ。あ、稀に新しいスキルも覚える。なるほど。竜や敵にやられた際、ごく前にモルファの力で復活することがあります。復活の確実は出現前にベースメニューのトークルームでシアンと会話をすることで上げることができます。そこには通常よりも高い能力中を有していますと。異常状態を与えるものもあるのか。小さな宝石、好感度が上がるってことかな。何だって存在するんだ。カスタマイズ画面、これはなんだ？スキル。あ、ありますね。これ手に入れてたんだよね。生体電流を活性化させ、HP を少しだけ回復させる。セットしとこう。ヒーリングボルト、ライトニングスフィア。とりあえずはこれしかないか。装備。ギドラ。ああ、なるほどね。フェザーで作れたリング。オーバーヒート状態の回復が少し早い。フェザー作れて EP を消費して電磁結界を行える。あれ？これがないとできないってこと？さっきの能力。
アイテムはこれですね、今持ってるやつだとか。あ、ここに表示されるんだ。あ、EP500 もあるんだ、通常は。なるほど。EP の量は上げられないのかな。ちゃんと会話してみよう。うん、ゲームソフトパッケージに入れて、あれを前にジヌを置いていったレッドゲーム。恥ずかしいね、シューティングゲームってこと。ジーノが置いて、じゃあジーノさんにおもし、あと続編があったら。なるほど。ちゃんと心のつながりを感じたそうです。なるほど、なるほど、よくわからん。これか、スメラギ第1ビルを7分以内にクリアせよ、フラップ合金。あー、なるほど、こういうサイドクエストができるってことか。あ、上のは難易度ね。あ、これ難しそう。スメラギ第1ビルのシャッターを破壊せずにクリアせよ、流星の照明。ミッションに続けて今日10機撃破せよ。どこでもいいってこと。電気を使って敵を同時破壊せよ、防災。敵3機以上まとめてスペシャルキルで撃破せよ。やれそうだな。とりあえずこの訓練はどこでも行けるっぽいから、どうかな。これですよね。電気を使って敵を同時破壊撃破せよと、この2つ同時に行けそうかな。あ、でもスペシャルスキルか、こっちは。うん、やってみようぜ。しかしボスは、あ、ここはクリアしたところ。あ、いけますね、やっぱり。詳細確認。ターゲットはサイバーディ。あ、なるほどね。うん、ここ説明が前のやつだからちょっと戻っちゃうけど。なるほどなるほど、行こうと思えばいつでも行けると。そりゃそうか、経験値じゃないや、アイテムとかがあるし、経験値もあるから、また行きたい場合があるもんね、当然。なるほど。さて、といったところですが、今回はここまでです。次回は引き続きこのステージとかをクリアしていきたいと思います。一回ここに試しに行くのもいいかもしれないですね。ではまた次回、オービドワでした。